くさ、めちゃくさやん。ポポ大丈夫？ポポ痛いの？皆さんこんにちは。ミニチュアピンシャー4歳の男の子アイビーと、アイビーのためにドッグトレーナーの資格を取った七瀬です。今日なんですけれども、まあ、私の過去動画でも出している犬との主従関係についてちょっと、解説詳しくさせていただこうかなと思います。というのも、まあ、皆さんがお悩みの例えば吠え癖、噛み癖、あと何がある？トイレのしつけ、トイレはちょっと違うかもしれないんですけど、そういうしつけ全般に言えることなんですね。関わってくるのが主従関係なんですよ。というのもやっぱりこう自分の方言うことをちゃんと聞いてくれるっていう関係性ができていれば、ダメだと言ったことはやらないし、嬉しがることはやりますよね。なのでこの関係性ができてないことでそういう問題行動につながってきやすいですよね。例えばアイビーなんかだと、ここで簡単にねこうやってやっても主従関係全然今できてるんで、まあ、どこ触っても怒らないしね、信頼関係はできてる方ではあるんですけど、例えばこれができてないとワンちゃんが主体になっちゃうんですよね。でまず今日の、まあ、前半でですね、なぜ主従関係が大事なのかっていうところで、後半でそれの付け方について解説していこうかなと思います。まず主従関係がなぜ大事なのかというと、まあ、これね、やっぱこう主従関係っていうのを中にはね、良くないよっていう方も見えると思います。で犬のトレーナーの方でも主従関係っていうのではなくて、ワンちゃんとこう友達というか、なんだろう、そういう関係で、行きましょうみたいな方もいるとは思います。中には主従関係のしつけは古いとかね。でこの主従関係について私は少し、まあ、あの語弊があるなと思っていて、まあ、主従関係をつけないとワンちゃん自身も迷っちゃうんですよね。なので結果ワンちゃんもかわいそうになるんですよ。だからどちらかというと私が思う、これはまああくまで個人的な意見ですけど、私が思う主従関係っていうのは、主人と従事者じゃなくてリーダーっていう感じですね。だからこう上下っていうよりかはまとめて引っ張ってくれる人みたいな感じです。まあ、そもそも動物って群れでね、生きる動物とか生き物はその中にリーダーがいますよね。でリーダーがいないと群れがね、混乱しちゃったりとか、大変なことになるからリーダーがいるわけじゃないですか。喧嘩とか争いが起きないように、そんなイメージですね。なんでご主人様っていうこの上下関係っていうよりかは、犬が信頼してくれるためのリーダーっていう感じです。だから主従関係っていう言い方がね、良くないですよね。なんで、まあ、上下関係とか主従関係っていうよりかはリーダーがいると、だから犬のリーダーになってあげるというようなつもりでいいんじゃないかなとは思います。ただちょっとね、まあ、分かりにくいので主従関係というふうに私のチャンネルで動画ではですね言わさせていただくんですけれども、ということでこの主従関係がないとどうなるかっていうと、さっき言ったリーダーがいない群れみたいな感じになっちゃうので、もう好き勝手やったりとかで自分がリーダーになろうとしたんですよね。そうなるとリーダーがいない、引っ張ってくれる人がいないと、じゃあ自分が頑張らなきゃみたいな感じになっちゃうんですよ。そうすると犬は自分の判断でいろんなことをやってきます。例えば向こう側から人が来たってなった時に、リーダーがあの人は大丈夫だよって言えば、うん、分かったってなるんだけど、リーダーがいなくて自分がリーダーだったら、あの人は大丈夫かどうか、ご主人さんも僕が守らなきゃっていうような気持ちになっちゃうんですよね。そうすると吠えたりとか噛んだりとかします、最悪。なので、ワンちゃんもそういう風になると人間の世界で生きていくにあたって、困っちゃうじゃないですか。犬の判断で噛みついたりとか吠えられたりするとやっぱり社交性取れなくなってくるので、まあ散歩でも人から逃げられたりとか、まあ最悪ね、こういろんな事件になってしまったりとかもありますよね。たまにありますけど、あとは犬同士のコミュニケーションがちゃんと取れないから犬同士仲良くできなかったり、散歩中他の犬に避けられたりとかね、たまにいますけど、かわいそうなワンちゃんになっちゃうんですよ。だから犬がかわいそうにならないためにも、やっぱりそういう主従関係を人間がつけてあげる、人間がリーダーになってあげるっていうのは大事なんじゃないかなと私は思いますが、いかがでしょうか。で、あとですね、まあ、その主従関係のつけ方なんですけど、まあ、過去に紹介させていただきました先ほどやったマズルコントロール、ワンちゃんのここ鼻先を持ってですね、こうやってやってあげるのが一番有名ではあるんですけれども、例えばパグみたいな、まあ、私みたいにこのここが出てないね、ワンちゃんってつかめれないじゃないですか。つかめれないワンちゃんどうするのかというと、まあ、おすすめはおすすめはですね、お座り、シッツ、シッツ、シッツして、シッツ、お座り、そう、お座りさせたら、待ってだよ、こうやって上からですね、テレビ見ながらこういう風にやってあげたりとかするといいです。
マズルができる方はここでマズルこういう風にやってあげてもねいいんですけれども、あとはまあ伏せさせたりとかね、とにかく人間が上に立ってあげる。こうするとワンちゃん落ち着くんですよ。あ、自分守られてるなと、この人が上だなっていうのを認識してくれるようになります。そうすると飼い主の言うことを聞いてくれやすくなりますので、常にねこの主従関係できるようにしてあげてください。それアイビーは守られてるよ、あなた。あとは、まあ、信頼関係を作る上で、まあ、どこ触ってもあまり嫌がらないようにだけねしてあげるといいと思います。アイビーもね自分の気持ちがね不機嫌な時はこうやって触ると噛んでこようとするけどね、基本的にはこの子はねちゃんとどこ触っても怒りましいね、ぐぐりましいね、こうやってね口の中入れてもね全然大丈夫です。甘噛みしか今しなくなりましたね。よ、噛んでよ、噛んでよ、噛んでよ、こうやって嫌なことしてもね出すんですね。こうだね、風船ですね、風船ですね。あなたこういう足とかね触れるようになっておくといいと思います。お腹とかね、はい。ということで、まあ、主従関係の付け方としては有名なマズルコントロール、そしてそれができないワンちゃんとか、まあ、おすすめはこう上からかぶさってあげるみたいな感じです、まあ、これ本当日頃からやってあげたりとか、あと大人になってからもたまに最近やってないなって思ったらやってあげるようにしてみてください。一番わかりやすいのが散歩の時にね、犬が前に出てるか後ろに出てるかで結構変わってきますので、アイビーなんか慣れた道だともう自分でてってってと先頭切って歩きたがるタイプなんで歩かせてるんですけど、まあ、できれば飼い主が前にね歩いてあげたりするといいと思います。ということでね、あーに甘えてるの、お利口さんだね。ほら、主従関係ができてるからといって犬の方が下とか犬がかわいそうじゃなくて、逆にできてないとリーダーがいないとねワンちゃん迷っちゃってかわいそうというような感じでね、考えてもらうといいんじゃないかなと思いますね。アイビーかわいい、何そのポーズ、めっちゃかわいいんだけどね、何それ、何それ、ちょっとネムですか、何これ、ヨガやってるの、はい、いいよ、ネムして、はい。ということでですね、今日の動画ありがとう、お手伝いありがとうね、アイビーがいないとこの動画撮れなかったからさ、ありがとうありがとう。今日の動画いいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もなの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。